皆さんこんにちは。今日は2020年4月4日土曜日でございます。私はね、今ね、東日本旅客鉄道株式会社三鷹車両センター、まあつまりね、 JR 東日本のね、三鷹車両センターに来ております。今回の動画ではね、この三鷹車両センターについてね、まあ紹介していきたいと思います。ではね、まあ皆さんよろしくお願いいたします。私はね、今ね、あの三鷹車両センターのね、正門でこの動画を撮影してるんですけどね、今からね、その三鷹車両センターをね、見ていきたいと思います。ではね、まずね、この古戦橋でね、ちょっと三鷹車両センターを見ていきたいと思います。まあ、まずというかね、ここでしかね、正直言ってここでしか見ないんですけどね、まあ、三鷹車両センターはね、ここで見とけば、まあ、十分、楽しめると思うんでね、まあ、今回はね、ここで見るだけにしようと思います。ではね、早速見ていきたいと思います。ではね、古戦橋に上がる前にこんなものがあったので、読んでいきたいと思います。立橋、太宰ゆかりの地って書いてるかな、これ。中央線の上に架かる立橋に友人を案内することもありました。この立橋は1929年、昭和4年。まあ、その古くはあるんですけどね。ねえ、巡行した当時の姿をね、今も、当時の姿を今も、とどめていますって書いてます。そんな古くからあるんですね、これ。太宰治ゆかりの地なんですね。これはちょっと私前にも聞いたことあるんですけど、初めて知りましたね。まあ、多分太宰治はね、鉄オタではなかったと思いますけどね。ではね、見ていきたいと思います。そしてね、今こんな感じで立橋の上に登ってきました。まあ、こっからね、このように下に、まあ、バーって広がってるんですよ。三鷹車両センター。ではね、まあ、見ていきたいと思います。まあ、ここはね、中央線、総武観光線の、車両基地なんでね、まあ、こんな感じでね、まあ、黄色い電車がね、まあ、ですね、まあ、置かれてるやつのほとんどは。まあ、231系の、まあ、山手線の移行車とか、まあ、いろいろいますね。で、ね、奥にはね、東京メトロ東西線のね、05系とかもいます。東西線がね、総武線に乗り入れてることはね、まあ、わかると思うんですけどね、乗り入れてるんですよ。だからね、まあ、その東西線の車両もね、ちょくちょくここで見ますね。いやー、でもこんな感じですよ。あとね、向こうにはね、E353 系のね、中央線特急もいます。あれね、多分ね、編成見る限り、多分富士海遊で使われてたやつかな。あとね、これはね、さっきのなんか、釜みたいなのにも書いてたんですけどね、中央線の上にかかってるんでね、こんな感じで中央線の営業列車も見えるんですよ。まあ、こんな感じですかね、見えるところといったら。なんか向こうに353系に向かってなんか係の人が歩いてますね。あれ動くのかな、なんか。まあこのような感じでね、今一通りね、この古戦橋からね、三鷹車両センターを見てきたんですけどね、失礼、見てきました。ではね、今からね、三鷹車両センターのね、本当の楽しみ方をね、やりたいと思います。今のね、本当の楽しみ方っていうのを聞いてね、はぁ、なんだよって思った方はいるかもしれませんけどね、正直言ってね、私はね、この古戦橋からね、車庫に止まってる列車を見るのはね、その本当の楽しみ方ではない気がするんですよ。まあ、なぜってね、この三鷹車両センターに止まってるのはね、普通にね、総武線の E231 系とかだけでね、まあ、この車両ってぶっちゃけ普通にどこでも見られるような車両じゃないですか。ね、この車両センターにはね、まあ、普通はね、例えばイースト E みたいな、事業用列車だったりだとかね、あと、まあ、まだ営業運転を開始してないような車両がね、止まってることは、まあ、まずないんでね、そんな、いる車両にしては、ちょっと、レア度が低いんですよ。じゃあね、楽しめないじゃないかって今思ったかもしれないんですけどね、三鷹車両センターにはね、すごいメリットがあるんですよ。
まあ、どんなメリットかというとですね、それはね、この三鷹資料センターにはね、小さい子供たちがたくさんいるんですよ。まあでね、それがどう関係してくるのかっていうとですね、だからね、この三鷹資料センターの下って普通の営業列車も通ってるんですけどね、この古戦橋の下って。その営業列車がね、すごいね、サービス音を鳴らしてくれるんですよ。でね、特急とか来たらね、すごいミュージック音を鳴らしてくれたりするんですよ。だからね、その子供たちに向けて鳴らしてくれたやつをね、我々もね、その恩恵を受けるっていう感じになるんですよ。ではね、その恩恵を受ける様子をね、皆さんにもね、今からお見せしたいと思います。いかがでしたでしょうか？本当、すごい鳴らしてたでしょ？ね、まあ、私はね、今ね、鳴らしてた時をね、まあ一応厳選してね、皆さんにお見せした、して、お見せしましたがね、それね、結構すごい鳴らしてくれるんですよ。だからね、本当、我々からしたらラッキーって感じなんですよね、ここって。だからね、三鷹車両センターではね、
あれ、普通にね、車庫に止まってる列車を見るよりもね、こんな感じでね、サービスホーンを鳴らしてくれる列車をね、観察した方がね、私はね、面白いと思いますね。もしね、皆さんもね、今後三鷹車両センターにね、行く機会があったらね、ぜひ聞いてく、見てください。結構いいと思いますよ。でもね、一つね、条件があるのがね、多分ね、土日の方がいいと思います。それもね、やっぱ平日だとどうしてもね、その子供たちが集まりにくかったりするんでね。まあ、こんな感じで、あ、失礼。ではね、まあ、この感じでね、この動画はね、終わりにしたいと思います。ではね、皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、共有、どんどんお願いいたします。でね、今ね、その締めの言葉を言ってしまった後で申し訳申し訳ないんですけどね、今ね、その古戦橋の下の道にちょっと降りてみたんですけどね、その道の名前がね、電車通りって名前だったんですよ。だからね、まあ、これだけね、やっぱ地元にもね、この車両基地の存在がね、根付いてるんだなと思いましたね。ではね、まあ、この動画はね、ここまでにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。